ワックルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。中川大志です。ということで、前回に引き続き、キューピーさんと、そして菅沼プロと一緒にラウンドをさせていただいております。よろしくお願いします。ここまで散々なゴルゴをしてしまってるんですけども、なんとかなりますかね。なります。ちょっとまたいろいろと盗ませていただきながら、後半も回らせていただければなと思います。キューピーさんもよろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。僕の目標は、太平洋クラブ相模コースの3番ホールになります。こちらロングホールです。打ち上がったティーショットでいかに飛距離稼ぐか、その辺がポイントですね。そしてグリーン手前のバンカー、これを避けてバーディーを取りたいホールです。よいしょ。綺麗。言った通り素晴らしい。ありがとうございます。いや、素晴らしいです。カバーがでかい。まだまだここから、おー、ナイスショー。大丈夫ですか。いい、相当飛んでるじゃないですか。ありがとうございます。じゃあ行ってみましょう。今日はフィッティングしていただいたショコタンも来ております。ショコタンさん、ありがとうございます。菅沼プロは今日はこの撮影の前にもう練習されてきたってことですけど、はい、大体いつも決まったメニューなんですか、それとももう曜日ごとに違うことをやるみたいな。トーナメント中は4日間だと、月火が、練習日なので、トーナメント会場で、コース見たり練習したりパターしたりで。じゃあ今日は、実際に練習日ですね。コースは行かなかったので、行かずにコースゴルフ場に行って練習してました。なるほど。休みの日は何かゴルフ以外でこう趣味とかあったりするんですか。趣味、休みの日って何してるんですか。なんか疲労回復のために寝ます。まあでもそうっすよね。じゃあもうどのぐらい寝るんですか。でも昨日は15時間ぐらい。若いな。寝ました、昨日は。若いわ。わかります。寝れますか。僕も全然寝れます。6時間限界ですね。キューピーさん、目覚めちゃいます。完全にキューピーさん目覚めちゃいます。完全にもう15時間寝たら多分俺そのいってしまうんじゃないかな。もう目が覚めないんじゃないか。可能性がね、なくはないですけど、はい、いや、そうか。じゃああんまりこうどっか出かけたりとかするっていうよりかは、もうお休みの日はぐっすり寝て、たまに出かけます。そんな感じですか。何されるんですか、お休み。僕は休みの日はでもゴルフに来たりとか、結構やっぱアウトドアが好きなんで。そうなんですね。ゴルフとか、キャンプとか。キャンプ、サウナ好きそう。サウナ好きなんですよ。なんか偏見ですけど好きそう。よくわかりましたね。なんか好きそうじゃないですか。いやいや、もうなんかしっかり油分が落ちてる感じですもんね。菅沼プロはサウナとか入られます。入らない。あんま入らないですか。我慢できない。ぜひ疲れもそんなに変わりますかね。落ちると思う。本当ですか。ちょっとじゃあ我慢してみようか。体感していただきたいんですけど。いい感じですか。寝てんだ。寝てます。ダスティちゃんをこれちょっと、はい、あっちがピンだったんですけど、ちょっとスライスで。お、狙ってきますか。届かないとは思うんですけど、近くまで行ってみたいと。うわ、すごっ。すげえ。ここ抜くの。あれ、乗っ
ったかな。すげえ。あれ抜くんすか。いやいやすごい。あんな細いと。フリーセンターにキャッチして奥に少しこぼれた。うわ素晴らしい。すげえ。ちょっと見づらい。菅沼プロのショットを見てるとなんか自分もなんかその気になってくるんですけど勘違いしないようにいやすごいな。でもやっぱ試合とかだと狙ってきますよね。そうですね、距離がいけるので。そうですよね、はい、ここは狙っていくと思います。いやすごいな。ちょっとこうスライスかけて、はい、もう今バーディー取らないと勝てないですもんね。はい、そうなんですね。本当に、はい、すごい。意外とラフとかってウッドとかなんかロングアイアンよりはユーティリティとかウッドの方がここが滑るので、アイアンよりは打ちやすいかなと。アイアンとかにこうちょっとざっくりいっちゃう。はい、なんかさらっといける。そうですよね。199 何番ですか。はい、5番ユーティリティ。5番で。おお、左ですね。いやいやいや、完全に攻めた感じですよ。グリーン近くまで。はい。バンカー入ってないといいですね。そうですね。バンカー、うん、ありそうですもんね。ちょっと行ってみましょう。はい。はい、でもいいショットでした。なんかお二人なんか目標とかってあります？これからの。いや。菅沼プロ。どうですか？私はでもまずは。日本で一番、うん、今メルセデスランキングって言うんですけど、そうですよね、まあ、それを1位目標に頑張りたいなと。今年はちょっともう結構離れちゃってて、うん、なので来年はそれを目指して頑張りたいです。メルセデスランキング、そうだよな。目標は何ですか。そうですね、僕の目標は、朝一のティーショットがうまくて、はい、まずはそこから始めるドラマとかの話になるかと思います。いや、あの全然、まずはそこです。まずは朝一、はい、ちょっと最近監督なんかもねされてますから、なんかいいその話じゃないんです ね、いいお芝居とかね、そういう以前に朝一のティーショット頑張るっていうことですね。何でも聞いてください。はい、はい、ありがとうございます。ということで僕はバンカーですね。はい、はい、奥なんでね。はい、40弱ぐらいか。うわあ、飛べ。ちょっとざっくりいってましたね。まあでも、はい、しっかり出せました。ありがとうございます。弱いから、もっとですね。もっとですよね、うん、惜しい惜しい。でもナイスでしょ。ありがとうございます。素晴らしい。うまっ、入った。わー、惜しい。ナイストライ。ありがとうございます。こんなことがあっていいんでしょうか。どっちだろう。ちょっと、スライスが最後ちょっと、そうですね、ちょっとこっちの方が最後大きそうですけどね。ちょっとスライス、ちょっとスライスですかね。なんかどっちにも見える。なんか変な目がちょっとここあるみたいで、上りスライスですか。多分傾斜で言うと最後スライス勝ちそうな感じするけどな。あ、でもそうですね、ちょっとスライスか。はい、本当に各所から怒られないか心配なこんな贅沢に。
届け。いやー、惜しい。ナイストライ。いいライですね。すみません、お先です。失礼します。OK です。ナイスバディ。素晴らしい。ナイスバディです。太平洋クラブ相模コース4番ホールです。ミドルホールになります。ひたすらこう打ち上げていくミドルホールになりますが、手前に大きいバンカーがあります。あれを避けてうまく攻略したいところです。4番ホールですね。ミドル、うん、ちょっと打ち上げの、はい、ミドルホールですね。最後ですね。この中川さん、ごめんなさい、めっちゃ被ってた。どうぞ。何ですか、いいっすか。何ですか、今ちょっと喋ってて何打ち合わせしてたんですけど、次どうしようか。最後なんでちょっとやっぱ、はい、対決、プロとの対決やっぱ、はい、見たいなぁと思いまして。どうですか、キューピーさんと菅野のプロの対決。いや、よしやるぞじゃないんですよそれじゃあもう納得しないんで皆さん何ですか中川さんと菅野プロの対決をちょっと見たいなと思ってて、はい、うん、あ、本当ですか。あんまりちょっとこういうこと言わないんですけども、バカ野郎無理ですよ、そんなの。いいと思う。すみません、ちょっと菅沼プロの前で。いいと思う、今のは。口が悪くなってましたけど。だから、ハンデありで。対決ですか。まあ、1球だけ、中川さんが、このコースで打っていただくときの、1球だけ、お助けとして、キューピーさん。じゃあ、キューピーさんに、どこかで打っていただきながら、回ってきたキュービさんの心強い目がもうすごい、いつもよりくっきり二重になってる、深めの二重になってるキュービさんが。そうです、そういう形でちょっとお願いできればと思うんですけど、菅沼プロ、そんなことをよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあちょっとこういうことですね。はい、いや、こんな機会ちょっとめったにないんで、はい、頑張ります。僕も頑張ります。ありがとうございます。行ってみましょう。よろしくお願いします。飛んできましたね。もうど真ん中ですね。持ってった感じ。滑っちゃった。よいかな。大丈夫です。オッケー、ナイスショー。素晴らしい。いいですね。ナイスショットです。やっぱ打ち上げってちょっと難しいです ね、なかなか目線の、うん、対決といえばね、まあ、プレーオフありましたから、しかも制してますからね。いや本当ですよね。やっぱりなかなか強敵ですね全然そんなもう弱敵です。弱敵でも最後やっぱプレーオフ の、はい、あのウィニングパットとか、はい、どういう気持ちで逆にもう考えないようにしてるんですか。なんかメンタルなんですか。めっちゃ震えてました。手やっぱ震えるもんですか。やばいです、もう。いや本当に震えてました。やっぱそう、常にそういう戦いですもんね。そうですね、本当に手が震えても入ったパットの理由って何ですかね。でもやっぱりなんかどんな一球もなんかその同じ気持ちで打つようにしてるので、まあ優勝争いもそれこそまあ予選落ちるときもあるんですけど、うん、予選落ちの最後のパットでさえもやっぱり集中してこう一打一打をなんだろうな、同じ気持ちで一球一球真剣にっていうイメージやってるので、そこまで深く優勝を考えてなかったから入ったのかなと思って、うん、子供の時からずっとやってきて、うん、試合も何試合もやってきても、はい、それでもやっぱり
緊張もするし、はい、慣れないもんは慣れないって感じなんですかね、はい、そうですね、緊張する。え、お仕事で緊張されますか？いや、僕もそうで、子供の時からこうカメラの前に立ってお芝居したりしてきたんですけど、はい、それでも今になっても何回やっても緊張します。カメラの前に立つのってやっぱすごい緊張するんで。そうですね。なんかそれと、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、やっぱ慣れないもんは慣れないですよね。うん、慣れない。でもなんかそれはやっぱり経験重ねていくことで自信にもなってくるし、うん、次ちょっとあの悪いマフィアの悪キャラなんですね。悪キャラなんですよ。ちょっと、うん、ぜひ。見ます。あの忙しいと思うんですけど、はい、でもなかなかテレビとか見れないですか？普段結構見ます？練習。そう、あんま見ないけど。あんま見ないですよね。たまに見ます。月曜日は基本結構ゆっくりできる時が多いので。月曜9時見れますか？見れます。月9見ます。ぜひお願いします、はい、嬉しいです。112です。打ち上げ見て112。はい、112です。はい、終わりました。何番いきますか？ピューピーさん、お、来た。お願いします。おい、どうした？ピューピーさん、お願いします。はい、わかりました。ちょっと皆さんね、あのお忘れと思うんですけど、プロゴルファーなんで一応。いや、はい、忘れてないっす。もう完全に忘れられてる時あるんで、はい、そんなことないっす。自分から言わないといけないんですよ。はい、結構辛いっす。はい、じゃあ行きます。あ、たんまい。ちょっと手前か。お助け失敗です。キューピーさん、すいません。あの打つ前にあんま言わない方が良かったんじゃないですか？俺プロゴルファーなんですけど。すいません、あの自分がプロだって忘れてました。すいません。いや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 。じゃあ行きましょう。行きましょう。ナイス。素晴らしい。ナイスです。ナイスです。ピンチですね。ちょっと我々ピンチですね、はい、もうキューピーさん使えないのか。ほんとすいません。キューピーさんも召喚できないのか。いやいや、でもありがとうございます。いえ、そんなのもなんとかつなぎます。はい、お願いします。頑張るぞ。お願いします。ちょっとでも可能性を残したい。うまい。あ、切れない。まあ。でもパーパット。はい。はい。ですかね。さあ入れたらわけですよ。です。ありがとうございます。こう読んでいいですか？読みたいですね。はい、なんかね、結構早いんですかねこっち。うん、ちょっと、うん、あの結構の下ってますよね。やったぜ。ナイスパー。ありがとうございます。やったー、入った。なんとか。いやー素晴らしい。ありがとうございます。ナイスパーです。ということで引き分け、一応対決としては、はい、引き分けということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。キューピーさんもありがとうございます。まあ、果たして私のお助け行ったのかっていうね。いや残りますけれども、はい、はい、ということで、はい、
菅沼菜々プロ、今日は本当に忙しい中、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、今日4ホール一緒に回らせてもらって。もうすごい楽しくて、もっと上手にいやと思います。本当ですかね。はい、ちょっともっともっと練習して、はい、またいつか一緒にご一緒できる機会がもういつかあるかもわからないですけども、はい、ぜひ、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そして、はい、ツアーも、はい、試合の方も頑張ります。ぜひもう本当に応援してます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、スペシャルゲスト菅沼菜々プロありがとうございます。そしてキューピーさんも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。